んにちは、チーフの三浦です。3月23日、本日のフロンティア TV を始めます。2003年の今日、宮崎駿監督の千と千尋の神隠し、こちらの作品がですね、長編アニメーション部門でアカデミー賞を受賞した日なんですね。さて、本日の賃貸物件1件入ってきておりますので、こちらをご紹介させていただきます。はい、あ、消えちゃいました。ホームページツイートのところですね。3月23日のところに、1件入ってきております。5万5千円、こちらがサニービラという物件ですね。で、こちらの物件、2013年2月に完成したばかりの物件で、まだ綺麗ですね。1階の102号室、こちらの部屋がですね、101、102ということで、102、2つしかないんでですね、どちらでも角部屋ということですね。102号室はすみません、こちらの反転タイプになりますね。で、建物はこちらでして、南東向きなんですけど、南東に、はい、こちら建物を建っておりますんで、眺望はそんなに良くないかもしれないですね。ただ最近の物件でですね、追い焚き、バス、留守番電話付き、留守番録付き、テレビドアホン、追い焚きバス、浴室乾燥、シャンプードレッサー、ウォシュレットなどを、完備していると、ああいう物件ですね。はい、はい、近くにですね、吉田高校がございますので、その北の方には市役所もございますね。そんな中曽根の物件、4月下旬入居可能でございます。はい、はい、では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。